ないといけないんですけど、今日は私が初めて2人にドッキリを仕掛けたいと思います。私がさっき2人に撮影始まる前にトイレ行ってきなよって言ったんですよ。ストロー、分かった、じゃあ行ってくるって言って2人をトイレに行かせることが成功いたしました。はい、ということで多分2人は結構おバカなので普段何をするか、ちょっと待って、ここで動画が終わってました。要するに彼女がやりたいことは、はるかとことねが普段どんな行動をやってるのか皆さんにお届けという企画でございます。だがしかし、はい、ということでこれは実は逆ドッキリです。なんか真帆がさっきはるかたちになんかすごいトイレをね、トイレに行った方がいいんじゃないみたいな、すっごいさ、わざとらしかったよね。そうで、うちらなんかおかしいなと思って、で、壁に耳つけてたら、うちらが何するかみたいな検証をしようとしてたので、まあ、私たち聞こえちゃったんで、聞こえちゃった分にはね、やるしかないですね。逆ドッキリしたいと思います。で、内容は、まあ、BBG で喧嘩するっていう、普段はしないよ、普段はしないし、普段めっちゃ助け合うよね、そう。で、PUBG で喧嘩をするっていうことしか思いつかまなかったんで、喧嘩して殴り合って魔法を困らせたいと思います。じゃあ PUBG でじゃあこっちがヘマします、でめっちゃ怒って、貸して、携帯貸してくれるんだよみたいな感じでやって、その流れでもうミクシャンって、うち頭ぶつけて大声で泣いてみます。はい、ということで頑張るぞ。したので今から検証スタートしていきたいと思います。二人で何をやるのかな。わかろう。最近弱いんだよな、めっちゃ。わあ、雪のやれじゃないし。雪のやプレゼントみたいなやつやったことない。裸の人いっぱいいるの？は？でもかっていうやつ知りたいよ。あったら教えてあげるよ。何でした？撃つときさ、あの草むらにいるんだからさ、しゃがんでよ。しゃがんでたよ。しゃがんでないよ。おまけだ。おまけだ。だってさ、なんだっけ、向かいが言ってたじゃん。行きみたいな。行くときは。違う。撃つときはこうやって行かないの。なんでこうやってさ、自分がここにいますよって言ってんの。わかんないよ。これっても同じでしょ。同じじゃないよ。同じだよ。スモークの投げ方教えてあげるから開く。なんでそう奪うの？ねえ。何？なんで奪うの？え、てかさ、もう少しさ、なんか弱くない？弱すぎない？もう少しさ、なんか石に隠れるとかさ、なんか二足歩行するとかやってよ。え、なんでそんなひどいこと言うの？
え、ひどくないよ。弱くないみたいなさ。ずって頑張ってるよ。それならなんかそんなひどい言い方されたらなんか嫌な気持ちになる。だって本当に弱いじゃん。ひどいよ。そう思わない。魔法、うん、まあじゃあはるかがさ突撃突撃って言うからうちはさ木からさ外れてさ突撃したんだよ。そもそも何としてもさこう立ってたらさやられるに決まってんじゃん。こうやって突撃してたらダメじゃん。これこれ遅いじゃん。これ遅いじゃん。だったら教えてよ。そうやってやるんだよってもう前もって。いやうち PUBG の年齢じゃないからPUBG の先生でしょ。は先生としてさ、なんかさ、生徒に対して弱くないとかさ。先生じゃないから、うちも先生までの強さないから。先生じゃん、だって。何を思って先生なの？もうちょっと、しばらく PUBG やるのやめよう。なんで？なんで？だって切れるじゃん。じゃあ弱いってはるかが言ったからでしょ、うちに対して。だってさ、はるかのことなんかさ、PUBG の先生とか言い出してさ、全部うちにさ、責任なすりつけてきたじゃん。別にそういう意味でさ、先生って言ったわけじゃないし、ちゃんとしたって言ったのに、なんでさ、そうやってさ、悪い方向に言うの。ほんとひどいわ。一回さ、練習してみ。なんだ。じゃあ、無練習だって。え、何、実際にやるの？そうだよ。意味わかんない。なんで？それは違くない？そうやって体に入れないとさ、手が動かないじゃん。そういうこと？
あ、そっか、これドッキリ、これドッキリ、マホにドッキリ、そうだよ、あなたはドッキリ失敗してますから、私たちに対して失敗してますから、ドッキリは。あ、そっかそっか、バレちゃったってこと。そうだよ、バレたから逆にドッキリしてんだよ。他の人だったらさ、こんななんかうちらの茶碗にさ別に気づくじゃん、うん、でも真帆だったからいけてよ、うん、真帆だったからいけて、私あの遥とことね PUBG でこんな喧嘩しないんで。しません、一切しません、あのマジ助け合うんで、うん、どうやったら喧嘩っぽくやるかもう考えるの必死だったり。でも遥が PUBG 先生なのは本当です。え、遥が PUBG の先生なのは本当です。ことねが生徒、そう、はい。はい、なんだ。でもことねが弱いのは本当。ちょっと何弱いって言うな。何弱いって言うな。分かった分かった。でもこれも本当にあのアドリブその場で考えてやったんで、私たちもマジ笑いこらえる必死だったし、もう半分笑ってたよね、うちらも。なんかどうやってなんかさゲームで切れるってさちょっとさ情けないじゃん。マジどうやってさ切れればいいんだろうってめっちゃ考えてた。うまいな。うまい。いや下手だから、うちら下手だから、うちら下手だから。なんだよバカ野郎。まあということでね、うん、ドッキリもあの心霊ドッキリぶりなのでね、私たちの、そうだ、私たちのドッキリのかける技がすごい減ったんですけど、ちょっとね、腕上げないとね、レベルが低いんで腕上げて演技のレッスン通いたいと思います、はい、普段からこういう感じですね、はい、普段からバカです、はい、ということでよかったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。そして Twitter と Instagram のフォローもお願いします。お願いします。以上チェーゴでした。バイバーイ。はい、ことねです。今日も動画見てくれてありがとうございます。いやもう本当に小学生すぎて編集してて恥ずかしくなりました。本当になんかごめんなさい。この動画面白かったら高評価チャンネル登録お願いします。バイバーイ。